ロシアを訪問している安倍総理大臣はプーチン大統領と会談し北方領土問題について新たなアプローチで交渉を進めることで合意しました安倍総理は会談後に記者団のインタビューに応じましてプーチン大統領と2人で領土問題を解決することで一致したと話しました。今までの停滞ををを打破破する突破口を開くという手応えを 取ることができたと思います。今までの発想にとらわれない。新しいアプローチで交渉を進めていくということになります。この新たなアプローチについては、安倍総理とプーチン大統領の1対1の会談の中で合意したということで、詳細は明らかにされませんでした。同行筋によりますと。 のの貴族の問題をまた、懸案となっていたプーチン大統領の来日については時期、場所ともに決まりませんでしたが9月に行われる経済フォーラムの機会に安倍総理が再びロシアを訪問して首脳会談を行うことで合意しました。